皆さんこんにちは、ランランのももにございます。はー、バラフォーユー、はっ、今回は、私の愛用品を紹介というか、まあハマっているものを紹介させていただけるということで、実はね、お花もねすごく好きなのよ私。あっちにもこっちにもあっちにもねお花飾ってるんですけどもね、今回お花じゃなくてね、ちょっと別のものでございまして、こちらでございます。はっはっはっ、空っぽでございますね。空っぽでございます。私がね、まあハマってるというか好きなことなんですけども、これをね、ペタンコにする、飲み切った後にこれペタンコにするっていうのがすごい好きで、これをやってあー飲んだってこうなるというか、今日はねちょっといっぱい、ちょっと昨日飲みましたんで、昨日だいぶ飲んだ。私はねってね、まあこれ女が急にやりだしたらびっくりすると思うんですけど、これがめっちゃ好きで、お父さんがやるんですよね。はい、だからなんか家で考え事とかしながらずっとひたすらねやるのがめっちゃ好きで、あー今日も疲れたなーとか言いながら、まあちっちゃくすることでね、まあ、エコにもなりますしね、うん、まあいいんか悪いんか分からんねんけど、うん、いつも飲んでるビールはこれです。なんか缶潰すことがメインやけど、なんか好きなお酒もなんかしれっと紹介できてよかったですわ。これ美味しい、もうこれたまらん、もうこれほんまありがたい。ロング缶ね、私はもういつもロング缶をね、ロング缶にと、うん、このレモンサワーを、レモンサワーをまあどれぐらいかな、2ぐらいかな、お風呂上がりに1本と、うん、で芋ですね。はーい、ということで今回も綺麗にできました。皆さんも缶ぶっ潰してみては。それではランランのももでした。ごきげんよう。皆さんこんにちは、ランランのももにございます。皆さんこんにちは、ランランのももにございます。